皆さん、こんにちは。追っかけ情報局のリコです。先ほど、とっても嬉しいニュースが入ってきました。なんと、今週末のマーゼルレディオステーションで、ビビットが初解禁決定ということです。楽しみですね。ついにマーゼルのビビットを初めて聞くことができるということで、本当に嬉しくって、 今日はそのことを皆さんにお伝えしたくて、このお話をしております。どんな曲なんでしょうねこのアーティスト写真の衣装の感じからいくと、私は個人的には結構明るい感じの曲なのかなっていうのを想像しているんですけれども、いよいよ今週末に聴くことができるっていうことで、 また新しいマーゼルの魅力を発見することができるんだろうなと、本当に楽しみですし、いよいよこの楽曲をもってマーゼルのメジャーデビューも迫ってきたということで、ドキドキしてきましたね。 マーゼルのスケジュールも今後どんどんといろんなものが発表されていくかと思いますので今日は直近の4月30日から5月3日の分だけとりあえずお知らせしたいと思いますそれ以降に関しまして先ほど v i v i のシリアルコードで応募できるショーケースやイベントなどの情報も発表されていましたのでその応募に関してのスケジュールなどは また後日まとめてお知らせしたいと思います。今日は取り急ぎビビットが今週末初解禁されるということでそれがとっても嬉しくって取り急ぎそれをお知らせしたくてこのお話をしております。合わせまして4月30日から5月3日までのスケジュールを軽くお知らせしておきます。4月30日日曜日は18時頃に オンライントークイベント第2回応募分の登録発表があります。そして20時からは東京 FM マーゼルレディオステーションにて先ほどお話ししました通りビビットが初解禁されるということで本当に楽しみですね。そしてこの日23時59分をもちまして Apple Music と Spotify でメンバー集合 LINE 待ち受け画像プレゼントのキャンペーンが終了します。 そして5月1日月曜日日付が変わってすぐの0時から TikTok にてビビット先行独占配信決定ということで TikTok なのでおそらく楽曲の一部になるかとは思いますけれども TikTok 上に楽曲が配信されるということですねそして5月2日火曜日は待望の雑誌日経エンターテインメント2023年6月号 こちらの表紙と関東25ページインタビューにマーゼルが掲載されます。そして5月3日水曜日はオーディにてマーゼルレディオステーションディレクターズカット版が公開されます。はい、5月3日まではこのようなスケジュールとなっております。実は私昨日渋谷に行ってきまして渋谷のツタ屋さんでマーゼルの 等身大のパネルや店内で放映されているコメント動画を見てきました。それを見ると、ああ、ついにマーゼルもデビューするんだなっていう風に、急に実感が湧いてきて、すごくドキドキしてきました。そんなデビューに向けて、まず第一歩、マーゼルレディオステーションでビビットが今週末に初解禁されるということで、私も本当に楽しみです。 またデビューに向けてたくさん情報が発表されてくるかと思いますので、そちらは随時お届けしていきたいと思います。どうもありがとうございました。追っかけ情報局リコでした。